レーザーステーションです。サイミチコ、私のおばあさんについて話します。おばあさんの名前は節子です。節子おばあちゃんは有名人じゃありません。お金持ちじゃありません。おばあちゃんはとてもいい人です。日本人です。そして沖縄に住んでいました。節子おばあちゃんは洗濯して家を掃除して料理しました。でも不平を言いませんでした。おばあさんの家族を大好きだったです。全然私を忘れませんでした。私が子供の時、お弁当を作りました。うどんとそうめんを料理するのが上手でした。でも2005年7月18日、おばあさんは死にました。私はおばあさんが大好きです。そして天国でおばあさんに会うつもります。はい、ありがとうございます。